絶好調ですか。良くなってきました。なんか分かったって言ってましたもんね。分かったって言いました。それは変わらず。変わらず。おただ分かったことには変わりないんですけど。ただ、うん、あのね、調子はあります。確かに。ただ何もしないっていうところには来ました。うん、でも皆さん本当に何もしなくてもいいんです。もっと言い換えれば、何かしないといけないポジションに持っていかないことが大事です。飛んでるんやな、それでも。何もしないねんけど。じゃあちょっと、はい、今日は、はい、私が今から説明することに、おーその通りと思うか、いやそれ違うんじゃないのというのか、ちょっとこちらで、はい、見て聞いててください、はい、じゃあ今日皆さんに、ちょっとお話をしたいなと思うのは、もうどうやっても当たらんようになったコースでもうどうしたらいいんだという時の修正の仕方、これ一般的によく言われるのは、ああ体が動いてるこうだああだ、クラブがこうなってる、トップが大きいよ、ね、突っ込んでるよといろいろあります。あるけれども、それ一個一個直してたらもう何がどうかわからなくなる、はあ、コース帰ってきて、ああ練習したいけどもう何からやっていいかわからないという時もあります。そういう生徒さんも、おられますね、そういう時は私はどうするかというと、これもめちゃくちゃ単純な話、これじゃあこれミスのお話からしましょう。まずミスは何で起こるか、ね、本来しっかりボールを打つべき形から外れてこうタイミングがずれてるわけです。じゃあなんで分かっててそうなるか、やっぱりボールが当たらなくなった時にボールを的確に打つための時間が欲しくなるわけです。そうすると時間を取るというのはどうしたらいいかと構えてテイクバックが大きくなります。ここからこういっといて、この時間が欲しいわけですね。この時間が欲しいということは大きく取ります。でも考えてみてください。ボールから、クラブが離れていけば離れていくほどミスする確率が高くなります。ここにフォーカスして、ね、どうしても当たらないときは構えて、このクラブをもう思い切って大きく上げない。なんならもうパターみたいにこの辺から打ちにくいですよ。なぜ打ちにくいかって言ったら、さっきも説明してしまいました通り、時間が取りたいから。時間が取りたいのに取れないとすごいタイミングがおかしくなるような気がしますが、もう絶対ミスしないぐらいの大きさ、ね、ここからこれミスしません、構えてここから合わせますけど、ちょっと引いたらここからやったらまずミスしないです。これをちょっとずつちょっと離して、この辺からこれ絶対当たるわけです。絶対当たるわけです。そうしたらこれぐらいからだったらボールをもうミスするまでの時間もないので、すごい簡単でしょ、簡単なふうに思うでしょ。でも普通の人やっぱりこうちっちゃくしようと思っても、こうやってミスしちゃう。今動き見ました、ね、今どうなってるかといったら、ちっちゃくしようとしてるけど体がずれてます。これをやるときに一番大事なことは、自分のスイングの基本となる中心のポイント、右足の股関節、ここが支点になりますから、ここを絶対にずらしたらダメです。ですからまあ、これ動画でいつも言ってますけど、これをずらさないにはどうしたらいいかというと、もうテイクバックを
もうこうする時点で絶対ずれるわけです。そしたら下半身をこっちに向けることで、視点は動かないですね。下半身をこっちに向けながら上半身をこう、これで視点はずれてないわけです。あとそのまま打てば視点はずれないですね。で下半身をこう、視点はずれません。ですからこのままどんなに調子が悪くなってもこれをやれば、これそうです、全然ずれてません。もう当たるはずです、当たるはずです。パター打ってるイメージっていう感じです。で、まあこれができれば、まあ、さらに大きくすることはなく、この反動を大きくしていってそのまま打てばもう自然にフルショットになってます。で、まあ、伊月選手はここまでどうですか、合ってます？あ、合ってる合ってる合ってるっていうか、まあそうだと思います。これをまあ彼女は何もしなくていいんですとか、わけのわからないことを言い出したんですけど、これその通りですね。ここさえ保っておけば何にもすることないのでということになります。まあ、何かをしてボールを打つというタイミングもありでしょうけれども、やっぱりこう何かをするときっていうのは、まあそれによってミスのタイミングが出てきたら常に修正しないといけないということになってしまうので、まあ今日当たらねえんだよな、今もうスランプなんだよな、この動画見て何か方法ないかなと思ってる人はやってみてください。視点の確保、そして視点が確保したら打ちにくい、これぐらいの振り幅でもこういったら無理ですから、であとはこのままパター打つみたいにこうこうこうというので、ボールは当たるんだと、ミスする条件として、もうミスが絶対出ない振り幅で、うん、やればボールは当たるんだというところからですね、ちょっとやればいいかなと思います。じゃあちょっと、伊月選手がですね、まあ、ずっとフルショットまで、調子がいいのでやってもらいましょう、はい、皆さんのポイントとしては、テイクバックは大きくない、肩が無駄に動いてない、体の、ね、上下動左右のすれがないというのを見てもらえばいいかと思います。もう何にもしなくなりましたよね、うん。ポイントは、皆さんが見るポイントとしては、体の反動が終わったときとクラブがピタッと止まるのが同じということですね。左肩がグッと入ってしまうと、体の動きが止まってからもちょっと動くんです。クラブを使ってこっちから打とうっていう風に見えるときは調子が悪いです。こっちに残しといて左サイドからカウンターを右サイドに当ててくるっていう動きの方がいいです。ちょっとアドレス頑張ってみて。行きました。はい、上げて。はい、行きました。我慢します。ね、我慢してこの状態から左がグッと、そう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 。でも体幹を使ってグッと戻してもこれはこうならないです。なぜかといったら体の方が重いので、重い方をいくらやっても動きません。軽い方が動きます。ですから実際動きとしては体幹をこういうふうに戻した動きであってもこっちは動かないです。こっちが動いてきます。
OK、何にもしてないです。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので登録の方よろしくお願いします。やめろ